え、これってさ、サタントロール、はい、トロールサタン、トロールサタン。だって俺サタン浴びついてないからさ、僕もサタン来たってないから。いやいや、つけてくださいよ。ずっと言ってるじゃないですか。浴びゼロです。浴びゼロ。一もついてない。今回錦野さんが来たので、僕も消え去るかな。サムネなくてもいいよ。今回結構ボリュームの内容なんで、ワンチャン消えますね、アスカさん。サタントロール錦野さんでお腹いっぱいですね、サムネ。錦野サタック行ってきたみたいな。もう嘘になっちゃってるよ。錦野さんフレンド申請しないと。あ、そうだ。じゃあ、ちょっと肉球トルネードに申請お願いします。肉球トルネード？はい。ちょっと待ってね。いつ歌声になるんですか？日中は漢字でトルネードはカタカナでいいのかな？いや、トルネードひらがなっすね。かわいい。段取り。錦野さんのフレンドの中に柔らかい名前が入りました。てかさ、そもそもウサゴンってさ、フェス来んの？僕行こうと思ったんですけど。マジで？来いよ。行く気だったんですけど、ちょっといろいろ問題今発生してまして、今タイムリーで。もしかしたら行かない可能性も出てきたんですけど。絶対、まあ、これ出てこないやつじゃん。ちょっとじゃあ、この話はまあ後でしよう。そうっすね、そうっすね。終わってからしますか。いていいですか？いや、ダメっすね。被害者は帰ってくれよ。待って、なんか入ってきたんだけど。シュンティさん入ってきたわ。いや、これ俺だよ。ふざけんなよ。何してんすか、ほんとに。シュンティさん謝りましょうか。俺の中でウサゴントリオが、ウサゴン、シュンティ、あともう一人いるじゃん。あ、エルフィーさんですかね。そう、エルフィー、エルフィー、そう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 、はいはい。エルフィーだけ俺フォローしてないの。絡みがないの、単純に。確かに喋ってるイメージないですもん。だからちょっと今、迷ってシュンティにしたい。じゃ次、エルフィーで入ってもいいんじゃないですか。ぜひ、おーすごいかっこいい剣士っすね。いやいや、何言ってんだよ。褒め方が。褒め方と違う、それは。いや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 、これはなかなかセンスありますね。あ、もう。あ、間違えたんだけど。いや、こうっすよ、こうっすよ。何言ってんの？弱っ。これで飛ばせば勝ちっすよ。ほら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 。最強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 。大丈夫、大丈夫、大丈夫。いや、見逃しますよ。仕事が簡単っすね、これ。いや、相手まだこそ全然使ってないっすよ。俺たち強いから油断しちゃいけない。使ってないっすね。あ、待って、間違えた。俺のサタン多分強いから平気。いや、マジでクレフラ倒せますよ、これ。あれ、これ勝っちゃうの普通に。あれ、まさか勝てるのか。いけ、ガチなところと当たって嫌だなと思ってたのに。あ、最強最強。嫌だなと思ってましたねえねえ。これ普通にシュンティさんがしてやった感出してきてると思われてますよ。シュンティ強えってなってるよ。強すぎ。ガチだな、これ。錦野さんにこういう戦い方を教えようと思ったんですけど。逃げた逃げた逃げた。いや、ギクシャクしたくないんで、僕。このチャンネルからギクシャクしたくないんで、僕。俺を呼んだってことはそういうことだから、ね。チャンネルがどうなってもいいっていう覚悟を持ってもらわないと。あそこに勝てるってこと。いやいや、僕のポジションどうすればいいんですか、これ。旅に過ぎたらお前黙れよってコメントきそうで怖いんですよ。来ねえよ、アスカファン多いんだから。結構俺怖いよ、今回ここ遊び来たけど。新鮮なウサゴンチャンネルにお前来んなって。いやいやいや、そんな過激じゃないですよ。むしろ前に実況者トラベで呼ばれた時に僕アホほど喋んなかったじゃないですか。あ、そうだね、そうだね。それで過激な錦野さんのチャンネルの視聴者がどんな反応するんだろうって思ったら、めちゃめちゃ気使ってもらってて。もはや逆に申し訳ないみたいな状況になってたんで。過激じゃないから。なんかもうすごいな。俺何しようってなるわ。いや、まあ流れを感じてますよ。誰か。あ、なんかトロールじゃん。待って待って、アリンコがすごい。アリンコがすごい。あ、取った取った。もうめちゃくちゃっすね、これ。もうトロール歩いちゃってますもん。ライオン取れるんじゃないですか。ああ、いいね、いいね。あ、強っ。あ、そっか、アリンコ強っ。落としますかね。すぐ中央あるんで。勝てそう。それやな、なんか。フェス優勝します、これで。これフェス出たら優勝しちゃうよ。いや。こんなフェス嫌だな。炎上しちゃいますね。よし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 。いや、まあ、じゃあじゃあ。簡単だな。考えなくていいね。でも、ウサゴンのチャンネルやってることって大体こういうことだよね。あ、そうなんですね。まあでも、これやり始めたのは錦野さんですけどね。先に。どういうこと？サタントロールは錦野さん最初にやってませんでした。あ、確かにこれはやったね。一回。僕が発案しました。出てくるね、アスカ。最近出ずっぱりですね。服を提案した。ん？フクロライダーも。フクロライダー何それ。この前に上がってる動画なんですけど、無理やり作らせた割にはそんなに強くなかったっていう。ライダー作りたかったね。
うわー、2体出たね。みんなにやられちゃうんじゃないか。いや、これミノ先に倒すんですよ。ミノを消せるのか。はい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 。簡単すぎる。これはひどい。これはひどい。危ない。もうなんかほんとひどい。再生したのがなんか北西よ、言っても。これマジで強いんだな。いや、最近の中で一番クソゲーやってますね。ちゃんと怪我してないからね。ボリュームがすごい。もう詰まりすぎ、いろんなことが。フェスとかで、ね、決勝これだったら超面白いんだけど、しかもこれ動画に残るんでしょ。来ないよこれ、真似されるから。白だらけに闇玉、闇玉打ってるんで、名前の通りってことで。時間を進む、そういうのが、それはもうイコールウサゴになってるから。ああ、なんかもうね、逆に出せないよね。なんかそれでさ、パクリだのなんだのって言われても昔でした。業者の悩み。錦野さんは錦野さんで確立してるじゃないですか、完璧に。だからこそ、企画ものが逆にできない。ああ。俺そんな企画ってやんないじゃん。確かに。僕こういうのしてみたみたいな。こういうことしないですもんね。てかね、俺もそ、うわ、なんかやってるよ。てかこれ、またついでじゃん。ピクちゃん、上だけフレンドだったんだよね。こいつやった。ああ、また強いところと当たってしまった。おー、強い。素晴らしい。何その腕が。ちょっともうやってるな。いや、また決めてしまいますよ。相手冷静だけど大丈夫。早いな、ね、早いな。ここなんだよね。ここに出すんですよね。あー、ずるだろう、ダメ。あー、痛い痛い。いや、僕のサタンなんか遊んでる。後ろは多分食べてくれる。あ、お、あれ、え、あ、ちょっとこれ雲行きが500円安いぞ。調子に乗りすぎた、もしかして。全然暇だから出すわ。オッケーです。やばいわ、それはやばい。いや、大丈夫です。うわ、大型まるまるいったいるよ。うわ、ブラドラとか重めのやつ来た。これはきつい。あ、カットしますか。これカットだね。実況負けじゃない、カットってのはやっぱ鉄板だから。負け試合カットの話、あれ誰に向かって言われてたんですかね。いや、それは知ってるけど、ここで言ったらうさこのチャンネルが若干汚くなるからやめとくわ。ちゃんとそこはわきまえてるんですね。そんな綺麗かな、うさこさんのチャンネル。結構最近黒ずんでたりするの。てか僕と錦野さん結構闇側でやっさんが光って感じしません？なんでさ、うさこと俺が一緒なの。絶対違うじゃん。いや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 、そんなことじゃない。闇ってうさこさんが闇だけじゃないですか。うさこは、なんだろうな、茶色だよね。灰色汚いじゃないですか。黒じゃない。色ついちゃってるじゃないですか。ヤスはダメだよ、あいつは。おー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 おお。あいつが何なら無視で一番黒いよ。まあ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 。まあ確かに僕何も聞いてません。表が黒いか裏が黒いかで、僕ら表黒いじゃないですか。そう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 。まだいいよ。いや、ヤッサが裏黒いになっちゃってる、これ。俺たちは黒く塗った白、向こうは白く塗った黒。絶対使えないよ。大丈夫大丈夫、あの人に何言っても平気だから。それはひどい。そういうところを許してくれる優しさはちゃんとありますか、ヤッサも。優しさなのかな。ちょっとね。いやいや、大人の余裕ですよ。本当に気にするようなことじゃない。俺直接会って言ってるもん。全然ね、もう満体。来たー。ですか？お、ロボ。サタン流しますよね。ロボなんて、サタンで倒せるでしょ。僕のサタンは捨てっということで。デコイだからね、あのサタンは。やばい、サタバで最強な布陣を組まれてる。これはちょっと苦しいから。何もしなかった、真ん中のサタン。あれ真ん中のサタン。やば、これ。カタバ2匹使わせてるんで。このトロールどうしますか。トロール。いや、あのトロール。勝ちまで。あ、なんか相手舐めつかった。カタパ流してきた。カタパ流し、新しいな。これちょっと、退屈な時間が。ここは、永遠に守りそうだ。これ、早送り案件ですね。急に。頼むよ、マジで。頼むよ。あー、ナイスー。あー、行く。むしろ真ん中の落とせる変なところに今コラネコ出てきたら見たけど俺。え今コラネコを第一通りに出した人いなかった。誰ですか。知らないっす。ちょっと今びっくりした。やめて。アスカさんちょっと強火高いのに。さっき下手くそ疑惑出てきて。前回の動画見直しましたけど、めちゃめちゃ下手でしたよあれ。
本当に。本当に下手でしたよ、あれ。だって、アスカさんは、僕が知る中で一番うまいみたいな言う人結構いない？どこでイカさんですか？イカか。誰ですか、イカさんって。元の名前は田中 JJ ってやつかな。あー。知らなそう。いや、知ってますよ。みんな見逃と片パと思ってますね。確かに。サタンの方が強いのに。両方サタンで倒せますね、確かに。そうなんだよね。時代は実はサタンだった。サタンなんだっけ？この間やっと情報来たよね。どんなんだか覚えてないけど。覚えてないです。スキルの火力でしたっけ？興味ないんだよね。体力に体力ひどすぎ。こんなかっこいいのに。それでもかっこいいなと思って、なんかこのタイプですね。石倉さんかっこいいって言うじゃないですか。ちょっとアスカさんの装備見てほしいんですけど、これは僕のなんですけど。いやこれキモ。いや、これはまだいいんですよ。これはまだいいんですよ。アスカさんの装備ちょっと見てほしくて。いや最後、ああ弱っ。それでもいちいちできたんならいいわ。ああ、でもトロール2出してます。え、いや、なんでトロール大型みたいな感じの使ってすんの。いや、トロール大型にしてくれよ。ここはもうこう。あれ、アスカさん装備変わってません？かっこいいでしょ、僕ら。あれ、なんか昔なんかめっちゃダッサい装備してたのに変わってんな。ちょっと飽きましたね。裏切りましたね。ただ再起したんでやめました。めちゃくちゃ言いづらかったですってやめてください。まあさすがに買ったで。あ、俺のストッチ取ろうとしちゃって誰だよ。ふざけんなよ。マジで。ください、ください。僕もケースしか出せないです。えい。いや、かわいいね。かわいい、かわいい。何がすか？敵。まあでも、このトリオってどうなんだろう。初見殺しなのか、普通に強いのか、相性次第じゃないですか。なんでマジですんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。さすが千駄ヶ谷だな。どんな装備だったかな。ね、めっちゃ前のダサかったんですけどね。今のウサゴンの相当やばいと思うけどね。錦野さんも真似します、せっかくなんで。いや、しないしない。いや仲いいってところをやっぱり視聴者に示さないと。俺たちってさ、動画始めてさ何年くらい、今 2,3 年、そろそろ3年目っすよ。僕は3年目か。そんくらいでさ、同期ぐらいのタイミングでやってて初めてコラボってさ、絶対仲良くないよね。お互い意識話しかけないんだっけ。そうですね、絡みあったんですけど、ね、危ない、結構危ないよ。確かに視聴者の人多分内心大丈夫かと思ってますよ、これ。やべ、あ、これはやべ、あ、素晴らしい、マジこの感じは素晴らしい。これは相手どうしようもないんじゃない。あー、よし、行きまーす。はい、行ってきまーす。俺のやつだけまだ飛び切ってない。ダメだ、飛べよ。飛べ、倒せ。あー、やばい、ないあのレドラ抜ける。レドラのタイミングうまいな。いや、トロール、トロールがさ、この2体。あー、違う、トロールが。あー、大丈夫。これもレドラ見る必要なくなったじゃん。僕のクレトロール回収できるんですよ。いや、大丈夫。ニュートロール召喚。新品になってきた。終了。